ご視聴ありがとうございます。柴犬飼ってるけど、今まで飼ってきた中でも最高の犬だよ。まだ2頭目だけどね。避難所から保護してきた時、彼は眠っていた。多分すごく臆病になってたんだと思う。この動画で言われてることは、全くもって正しいよ。もし、君が犬の飼い主としての経験を積んでいないとしたら、柴犬は飼うべきじゃない。動画で言っているように、柴犬の性格は、かなり早い段階で固定されるから、生まれて3ヶ月経ったら訓練をスタートするべきなんだ。しかも、かなり頑固だ。でも、最高の犬だ。私の好きな犬種なんだ。私にそっくり。すごくキュートで、すごく頑固ってところに保証する。柴犬の子がやってきたら一日中相手しちゃうから。超ふわふわじゃん。萌え死にそう。お気に入り詳細を見る。こんなとろけるような動画は、久しぶりに見たよ。もともと柴が欲しかったんだけど、これを見たら、太った柴を飼いたくなっちゃった。柴ってこんなに可愛いんだ。抱きしめてあげたい。そして、この顔はすごく面白い。母。世界最高レベルの可愛いスマイルね。お気に入り詳細を見る。ちの柴犬も可愛がってやると同じように微笑むよ。ありえなくない?あの犬は本当に微笑んでるように見えるわね。うちの犬もあんな風に微笑めたらな。本犬たちって本当にキュートよね。いい感じだし、忠誠心があるわ。和風総本家、豆助っていいな、7代目豆助。お気に入り詳細を見る。これはテレビ番組なの。この子犬ちゃんは可愛らしいわね。あたしは、ロッコって、名前の柴犬を飼ってるわ。今まで見た中でも、最高にキュートな柴犬だわ。すごい可愛い。私も柴犬を飼ってて、その子が大好き。柴犬は素晴らしい犬だよ。両親が柴犬を飼ってたんだけど、その子は3週間前に15歳で、死んじゃったんだ。柴犬にしてはかなり長寿だが、この動画は15年前のその子を思い出させるよ。ぬいぐるみみたいに可愛いな。これは多分、私が、普通の女性だからだと思うけど、涙と感動なしじゃ、この動画は見れないわ。私は今日、生後9週間の柴犬を手に入れたよ。一度だけ柴犬を飼う機会があったよ。彼は、長いこと僕のそばにいて、僕を信頼していた。彼は、すごく真面目で、飼い主に対する忠誠心も強かったよ。やっぱり、すべての柴犬がそうなのかな?この子はすごくやんちゃみたいだね。柴犬大好きだよ。もうめちゃくちゃとんでもなく可愛い。可愛すぎて耐えられないわ。お気に入り詳細を見る。信じられないわ。こんなにアホみたいに可愛い生き物見たことないわよ。おまいが。私の可愛いの標準を押し上げたわ。今この瞬間から、この子よりも、キュートな存在なんてこの世に存在しないわ。たとえ生まれたての自分の赤ちゃんでも。何で、アジア人ばかり、最高に可愛い動物が手に入るの?